武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は成城大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間が60分で大問が5題という構成になっています。で、出てくる問題としては記述とマークの併用、になっていまして、で論述がですね、2015年は、出題されていたんですが、2016年に関しては、どの学部も出題されていません。15年は、全部の学部で出題されていて、大体、120字、の程度の論、100字から120字程度の論述という形になっていました。で、まあ、論述に関しては、まあ、出る年度と出ない年度が、あったので、その余裕があったらやる、という、まあ、ちょっと後回しに、しても構わないかなとは思うんですが、まあ、ただ確実にやって、取るようにしておきたいなら、まあ、やっておいた方がいいかなという形ですね。で、まあ、ここの特徴としてはですね、まずその記述がやはりちゃんと出てくることと、あとマークがですね、その日本史がその語群から選択するという、そのいくつかその言葉を選ぶ問題があるんですが、その言葉を選ぶ問題がですね、全部が一つのその語群という、まあ、言葉のいっぱい集めたセットから選べた形で、その語群が結構量が多くてですね、ちょっとこれで明らかにその選択肢の数よりもその用語が多いので、結構その中から選ぶのがちょっとややこしくて、慣れてないと辛いかなというような形になっています。で、用語そのものはまあ日大レベルが終わってれば十分対応はできるので、あとは過去問で慣れておけばとは思いますが、まあ、結構その学部間の問題も傾向に似ているところが多いので、他学部の問題、過去問にも触れておいてですね、この形式に慣れておくといいかなと思います。で、まあ、資料問題なども出ることがあるので、これもただ年度によって出る狙いが結構変わってきますので、まあ、論述や資料に関しては余裕があったら分野別で追加でやっておきましょう程度ですね。必須でやるというよりは、まあ、先に日大レベル完璧にして余裕があったらやるぐらいの、つもりで構いません。まあ、それよりも先に、語群の形式と、あと記述で漢字間違えないようにするという、このあたりをしっかり、やっておいて、基礎的な問題で、取りこぼしがないようにしっかりやっておきましょう。以上が日本史の勉強となります。